ね、なんともうハロウィンの時期ですよ。ハロウィンの時期なんで、今日はなんと我が家はですね、初めての仮装をちょっとしていこうかなと思ってるんですが、ちょっとね、朝一で仮装してもちょっとしょうがないんで、そう、僕がちょっと今日はですね、用事があるので、午前中っていうか日中は、なのでお家に帰ってきたらですね、ちょっと妻とかワンちゃんと猫ちゃんとみんなでちょっとハロウィンをですねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。何ですか、お水飲みに来た。ひまちゃん顔洗うんですけど、なんでさ、アロもそうだけど、直接飲みたがる子いるよね、蛇口からね、皆さん安心してください、これは仮装ではないですよ、さすがに。カーリー、カーリーちゃん早いね、はい、ゆっくり。今日はなんと甥っ子のレオもですね、ちょっと一緒にこれから出かけます。めっちゃ綺麗じゃん、富士山。やべえじゃんねえ、相当綺麗。いやー、マジで漏れるかと思った。やば、超綺麗。これあるよ、記念写真撮る。そんなとこで記念写真撮ってどうすんだよ。座るんでしょ。座んねえよ、ふざけんじゃねえよ。ほら、まあそこから顔出すんだよ。やってみるじゃん。顔出してほら、うん、見えてる見えてるよ。見えてる。ああ、こっから、あ、こっから富士山が見えるってことじゃないの。そういうこと。そういうことでしょ。この穴から。そういうことでしょ。絶対そうでしょ。あ、ほんとだ。ほら、すごいよ。ほらほらほら、だろ。うん、そういうこと。なんつってたっけこれ、エクレア。違うな、違う、エクレアじゃねえ、もう忘れた。今日ハロウィンやんの。え、やんないの。国民じゃん。ハロウィンやることないんだもん。なんで？都心には行きたくないじゃん。うん。なんか人すごそうだから。都心には行かないよ。家で。一人でさ、部屋でやってるじゃん。毎日。一人で。ただいまー。帰り。あれ、そういえばさ、うん、アロリンとかの仮装とかのやつ全部届いた？届いたよ。あ、そう、うん、いい感じ？バッチリです。あ、そう、じゃあ早速ちょっと俺らも含め家族全員仮装していきましょう。イエイ。ではですね、奥様からチェンジしていくみたいです。何になるのか楽しみでございますね、アロちゃん。はい、エビちゃん、エビちゃん。あ、あなたの夢にお邪魔します。ブリアナギガンティはい、ということで初めてのハロウィンはなんとブリアナギガンテさんのコスプレをですね、コスプレ仮装をしてみました。こんな感じです。どういうことだ、どういうことだ。もうなんかね、ちょっと
定が違うんだよ。ちょっと見せてあげて。こんなですよ、皆さん。こんな。すごくないですか。なんかね、俺の方がクオリティ低いような気がするんだよ、ね。まあ、アイライナーが少しだけ足らなかったっていうのもちょっとありますけどね。まあ、これでハロウィンを楽しみましょう。ジェラッケ。ガタいいよね。すごいね。じゃあ、ここからね、あとはワンちゃんたちにもお洋服を着せていこうと思います。おっちゃん。ハロウィン。初めてのハロウィン。ハロウィーン。あー、かわいい。ママ変な顔してる。それ何買ったの今回は。今回は、コウモリの翼です。ただサイズがもうあまりにも合わなくて、ちょっとピロピロになっちゃってるけどね。L サイズ買ったけどね。何ですかそのポーズは。すげえ、マジでライオンなんだけど、マジでライオン。ケビちゃん疲れた？羽が変な方向になってるよ。アロちゃん、かわいいね。かわいいね、アロリン。あら、かわいい。はい、じゃあ今日のご飯のメニューは何でしょうか。タコスです。タコス。いや、タコスです。いいね。これ何？これサルサだっけ？うん。ひき肉？うん。これがチーズか。うん。とワカモレ。ワカモレ。レタス。おお、いいね。うん。食べよう。いただきましょう。はい。いただきまーす。お、うまそう。乾杯。乾杯。ありがとう。いろいろと。これも本当は口くっつけちゃいけんじゃん。おお。無理だな、カルマ。うん。ブリアナさんがやるよ。いけんの？ちょっとこっち見ちゃう。何ですか、その飲み方は。ブリさんならこうやる。それが正規のルールなの。はい、失格。完全に失格ですな。髪の毛がさ、わかんない。ブリアナさんだったらタコスをどうやって食べるんだ、ちょっと知りたいな。結構難しいじゃん。うん、難しいよ。でもブリアナさんだったら絶対にうまく食べると思う。うん、なんで怒ってんの、アロちゃん。ルくん、なんで怒ってるんですか。なんで怒ってるんですか。動かなくなっちゃった。ダメ、食べたでしょ、夕ご飯食べたでしょ。ダメよ、タコスは食べれないだろう。さすがに。カリちゃんが狙ってんの、タコス。カリちゃん、タコス狙ってんの。カリ、カルくん。もう、どの
の角度から見ても面白い顔してるよ。あいちゃん。あなただよ。あ、うち？うちだよ。ええー。蹴るマジで。いや本当久々に面白いよ。こんなに。面白い。ひどいねパパはね。うざいマジで仕草がマジでどんだけ動画見てんだよいつも。うちはもうブリーさんもしょっちゅう見てますから。どんだけ動画見てんだよいつもマジで仕草がうざいわ。ブリーさんはね。かみってる。ああなたの夢に。そこしかわかんねえじゃねえかよ。お邪魔します。それでは私たちの歌を聞いてください。最後の。雨本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない。誰かに取られるくらいなら強く抱いて君は動かしてもならない。歌えてないから奥さん。まあいいけど、まあいいけど、とりあえず歌えてないから頼みますよ。よし。豆乳をいただこうかしら。皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。初のハロウィンということで今回はブリアナ・ギガンテさんに仮装させていただきました。ワンちゃんたちの仮装もすごく可愛くてとても癒されました。また来年もやりたいと思います。年内5万人に向けましてどん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 これからも頑張っていきますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。